超平和。めっちゃ平和。花に囲まれてゴロゴロしよるし。ほい、ということで、お、ニュース速報。久々の。ほいほい、なになに？お、輸入品が入荷されました。ケーキの帽子。クリスマスが近いけんってこと？待って待って、誰だか全く、おお、見えた見えた。アイカちゃん？帽子を見せたいのはわかるんやけど、顔が見えなさすぎて。ありがとう。ほい、それじゃあ。何よ。ほいほいほい。なになになに？まさかの。どっちでもどっちでも、どっちも嬉しい。そんな話してた？おお。すげえキリッとしてるね。うん、イメージ通り？うん、イメージ通り？わからない。そこは、自然に任せよう。あやはるくん。なんかそのまんまな感じがすごいするけど。いいね、いいね。うんうん。見守っていこう。もちろん、みんなでね。ほい、それじゃあ今度こそ、輸入用品店で早速さっきのどこ？あの、ケーキの帽子やっけ？あれをちょっと、あ、ここやん、帽子。ケーキの帽子。はぁ、いいね、いいね、買うよ。いろんな色があるけど、とりあえずは普通に、ね、ノーマルの白をいただきます。ありがとう。しっかり働いてるね。ほい、それじゃあマンション見てこう。なんか、お、マドノンちゃん。よし。なんか友達マークがいっぱいあるけど。誰、相手は。いや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 。そっとはしておかない。へぇ。シンくんか。アイちゃんとは別れたもんね。じゃあ手伝うよ。第二の人生を。ね、どうしよっかな。じゃあ正統派で、いや歌かな。告白する場所は、ね、公園で。着替え何持っとったっけ。ちょっととりあえず見てみよっか。今ポロシャツワンピやろ。あ、なんか情けな気がする。普通の服。うん、ないね。じゃあこのまんまで OK。 やっぱりこのままでいいですか。うんうんうん、このまんまで。わかりました。ゴー。では、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。私はそっと見守っとくよ。お、来た来た来た。てかすげえ。めっちゃ雪が。すごい雪が積もってんけど、いつの間にこんなことに。見つめていたのー。この木の影から。どの木の影だ？ベンチに座るあなた。さっきので終わったんかと思った一瞬。始めましょう。二人のピクニック。すごい高い声が。終わりです。どうでしょう。どうでしょう。告白でどうでしょうって言われてもあれやけど。うわー、マジか。そうか。違ったか。違ったかっていうのもあれやけど。まあほら、大丈夫よ。残念な結果に終わりました。どう？リベンジとか。お！燃えてるよ。マドノンちゃんが燃えてる。なんかさ、これ今のところ、諦めきれませんってなって、2回目告白して OK された人って今までおった？おらんかった気がするんやけど、どうやろ。あ、ちゃんと本人が来てくれた。さあ、どうだ。でもこの2回目でさ、物を渡して OK されてもなんか微妙よね。何それ、何それ、ドーナツ。しんくん、どうなの。
こちらこそよろしくお願いします。マジか、2回目でちゃんとそのものがよっぽど魅力的やったとかそういうことじゃないよね。さっきの何？ドーナツ？パイナップル？パイナップルじゃねえわ。好物のパイナップルが目に入った。ドーナツか、カレーパンか、なんかそんな感じやったよね。違う？ほい、それじゃあ、道具で、何がいいかな。じゃあ、テニスラケット。ほい、どうぞ。もう一気にウッキウキやね。まあ、当然か。なになに？実用品、催眠術セットをもらいました。ありがとう。諦めんくってよかったね、マドロンちゃん。朝日を浴びるとっていうか、まあなんか違う理由で元気になってる気がするけど。もう今にも踊り出しそうな感じやったね。二人ともどうしたの？ワームさんと、レイさんがなんかめっちゃ燃えてんだけど、入るよ。大丈夫？その状態で、物の投げ合い。うわ。怒ってるどころじゃないんだけど。いや、もう、音楽まで。うん、大喧嘩したんだね。ものすごく、何、どうしたの？何があってそんなことになったの？仲直りして。多分リンさんも同じことを言うんだろうな。今はどうしようもなさそうです。そっとしておきましょう。今食べ物を渡してもどうしようもないんかな。ほらイチゴとかさ。あ、待って、スイート、あー戻せない。ごめんね、落としちゃった。うわー、怖いよ怖いよ。消し済みになるんじゃない？大丈夫？そのイチゴ、あ、食べるのね。あー、なんか瞬間的にまあまあ美味しかった。そうかそうか。これさ、こういう時に本当大好物ちょっと与えてみようや。スイートポテトやろ、出なかったりするんやろどうせ。どう、あるスイート、あ、あった。ほらほらほら、うん、ワームさん超大好物だよこれ。どうよ、これで落ち着いたんじゃない？ね、ほら、さっきの怒りも吹っ飛ぶほどの吹っ飛ぶほどの美味しさやろ。てか体自体が宇宙に吹っ飛んでいってるけんね。どうよ、これで今はどうすることもできないもう解決じゃない？違う？だってこんなに感動しとんよ。へえ、燃えてる。今すっごい笑顔だったのに燃えてるよ。へえ、今は何をしたところで無駄なんだな。よっぽど怒っとんやね。ああ、やべえよ。え、他の人たちは？ああ、よかった、普通の怒りで。みんながまだまだ可愛く見えるもん。ね。ここに比べれば。いやー、火事になりそうだわ。ほい、それじゃあ、ココアちゃん入るよ。あ、なんか超平和。めっちゃ平和。花に囲まれてゴロゴロしよるし。お久しぶりです。お腹が空きました。お腹すいた？それじゃあね、焼き鳥でも。ほい、どうぞ。ほいほい。どう？美味しい？お、結構美味しかったようです。よかったよかった。何何？実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。まあ、音楽、種類幅広いもんね。うん。なんかよくわからんような音楽もいっぱいあるし。そういうのが好きな人もおるんよ。そう。でも音楽ってさ、なんか、基本的に歌詞の意味とかで好きになったりとかもするけど、雰囲気とかでもあるもんね。なんか、全くよくわからん歌詞やけど、雰囲気が好きっていう曲とか。あ、ジジちゃん、バイト終わった？お疲れ様。入るよ。お久しぶりです。どこにも行ってない。あ、ポケモンの世界に行っとったかな。うん。
悩んでいるときに使う言葉。悩んでいるとき。てか、これを考えるときの私の言葉が悩んでるんだけど。悩んでるとき。変わり映えしねえ。て、てんてんてんよね。いいよ、いいよ。ほい。まあ、携帯電話じゃなくても長電話してしまうときはしてしまうんやけどね。普通に家電とかでもね。ほい、それじゃあ、何がいいかな？あ、万華鏡。万華鏡、そう、めっちゃあるよね。36個って見えたぞ、今。ほい。今回は、お、お、これは、ああ、見えにくい。わからない。え、なんかすごいギュってなっとるな。まずあれ食べ物、パスタ？あれ何？卵のお寿司じゃないよね。黒板消しか。と、人は？誰だ？って顔くっつきすぎなんだけど。え、で、あの真ん中のギュってなってるのは一体何なの？よくわからない。え、今回よくわからないもの多いな。あの周りのちょんちょんちょんってなっとるのなんやろ。え、謎が。謎が多すぎて、ななみちゃんかなあれ。不思議というか、もやもやするというか、ね。多分ななみちゃんだ。ほい、それじゃあ、まだ燃えてる。まだ燃えてる。ほい、じゃあゆうくん入るよー。お邪魔します。お久しぶりです。なみちゃんとは相変わらず仲良し？お、くしゃみで私が出させてあげよう。ほい、くしゃみ、羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。確かになんかね、すごいムズムズするときとかね。あ、いいぞいいぞ。みんな思うんやけど、あれ思いっきり鼻水出よるよね。なんか思いっきり飛び散っとるよね。気のせいかな。いえいえ。レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で。じゃあ、釣り竿で。ほい、どうぞ。道具、釣り竿をプレゼントしました。お、なになに？実用品、オルゴールをもらいました。ありがとう。この間、海に釣りに行きましたが、あんまり釣れませんでした。え、今釣り竿をあげたのに、もうすでにこの間行ってきたの？人に借り取ったんとかそんな感じかな。もうマイサオができたけん。じゃんじゃん釣りに行ってくるといいよ。ほい、それじゃあお腹空いとるやろうけん。ピザでも。どうぞどうぞ。どう？まあまあ美味しかった。まあまあか。でもピザ、なんとなくちょっとテンション上がるよね。パーティーって感じがするやん。出前とか取ってね。ほい、それじゃあ、ここは？あ、チータンくんとムーちゃんが、バトルをしているのね。バトル。ポケモンに釣られた。喧嘩をしているのね。ほい、それじゃあ、ケイくん入るよー。お久しぶりです。お久しぶりです。てかもうみんな久しぶりって感じに。そうなんよ。仲直りさせてあげて。僕に任せてください。お、頼もしい。え、さっきさ、宇宙まで飛んでいくほどの感動でも全然ダメやったんよ。ケイ君できる？二人をなだめられる？なんかめっちゃ動きよんやけど、ケイ君。すごい必死だな。お、どう？ふわもさん、口がへの字だよ。ケイ君が。お？あ、大丈夫そうじゃない？お、あーよ、すごいよ。ケイ君すげえ。
超大好物に勝つ。仲直りさせることができました。なんかいいことした気分です。うん、いいことしたんだよ。すげえな、ケイ君効果。素晴らしいやん。これで親友じゃないのが不思議なんですけど。実用品、扇風機をもらいました。あ、でももしかしたらリンさんの方の親友かもしれんしね。お、いいね、いいね。どん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 ももちゃんと思い出を作っていって。あ、てか、リンさんの方と親友かもしれんしねって親友ゆかちゃんって書いてるし。もしこれでリンさんの親友ケイ君やったらケイ君は親友と思っていないということになるやんね。うわぁ、なんか喧嘩勃発しすぎじゃね？とりあえずほら、ムーちゃんたちを、抑えに行こう。抑えに。うぅ、なんか私がキレられたんですけど。落ち着け。落ち着いて、仲直りしよう。ま、この程度の喧嘩やったらね、ちゃんとイライラを沈められるけん。大丈夫、大丈夫。ね、ほら、カステラとか。いただきます。どうぞどうぞ。どう？おー、あー、マジか、美味しくなかった。待って、ムーちゃんの方行くから、私。ムーちゃんどこやろ？こっち？これかな？あ、違う、なんか頭振ってる。こっちだ。むーちゃん激しいよ。チータンくんに比べて激しいよ。ほらほら。チョコレート。シンプルにチョコレートで落ち着こう。美味しいよ。冬場はね、チョコレートの新商品がいっぱい出るからね。どうしたの二人とも。好き嫌いが激しいんじゃない？私に言われたくないやろうけど。ほら、それじゃあちょっと、オルゴールでも聞いて落ち着こうか。ね。乙女チックに。いや、なんかね、オルゴール越しに見えるあの怪しい目が、非常に怖いんですけど。穏やかな気持ちになりますね。やろ？この部屋によって穏やかな気持ちになれるかどうかはわからんけど。仲直りしてこようと思います。お、行ってらっしゃい。チータンくん来たよ。来てくれたよ、ムーちゃんが。さあ、ちゃんと二人で話し合って。この間はごめんなさい。あー、どう？チータンくん。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。ね。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。むーちゃんがね、落ち着いてくて、ん？落ち着いてくれたおかげやけ。これにこれもあげます。なになに？実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。あゆなのそっくりさんのことが、島のみんなで応援してますの？ありがとう。最近あんまりね、回れてないけん、ちょっと。申し訳ない。あ、姉ちゃんの部屋に遊びに行ってる。ほい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。なんかあれやね。ここには雪は積もらないのか。ほい、今日は 27,100 円集まりました。ほい、ありがとう。あ、すごい。島全体が、雪に包まれとる。なんかどこ見ても、ね、雪だらけでいいね、いいね。ほい、それじゃあ、ほら、こんなに雪だらけやのにさ、さっき、全然何も雪積もってなかったやん。ほら。お、マジで何円？買うよ、買うよ。165円。特売で165円か、安いんだかどうだかよくわからんや。一生懸命作ったんや。食べるよ。美味しくいただくよ。ほい、それじゃあ、ミニュース見てこう。お願いします。お、なに？ミクル氏のリアクション。ミクルちゃんがどうしたの？ああ、そうなんや。偶然じゃないよね。うわ、飛んでった。
でもさ、なんかああいう感じの反応する猫の動画を見たことはあるよ、私。本当ですか？信じられない。偶然人の部屋に入っていっとったなんかいうことないよね。ありがとう。確実狙って入っていっとるもんね。ほい、それじゃあ、遊園地。おお、観覧車の中や。いいね、いいね。これで外に誰かが立っとったりとかせんかな。ああ、全然しなさそう。ああ、いいね、なんか、木も上の方、あれ、うっすらね、雪積もっとるもん。冬だよ。みんな冬よ。もうほら、外もね、クリスマスの飾り付けとかいろいろあるやん。ん？あれは？ん？なんか二人ほどおるよ。最初一人しか見えてなかった。誰と誰？ユニポンちゃんは分かった。もう一人は誰だ？おお、なんかこっち向いた。ナミちゃんじゃない？あれや、なんか、ズキンかぶったナミちゃんや。ねえ、誰だって言ったら二人に来るってこっち向いた。聞こえたかな？また見に行ってしまったし。どんだけだ。ほい、そして浜辺。仲いいな。仲いいな、ゆうくんとみゆちゃん。なんか今のテクってなかった？シャ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 って。いいね、いいね。ほら、多分もうちょっとでまた来るよ。シャ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 って。ほら。何あれ。なんか内側の壁を整えよんかな。職人やん。ほい、それじゃあ住宅地。はい、ケンくんとリンちゃん。仲良しだね。そしてガイタンくんとネムちゃん。なんかすごい、目が点になったりとかしよるけど。あ、ヨシハルくんとアヤカちゃん。そして、あやはるくん。いいね、いいね。あれ？よしはるくんおらんやん。お出かけ中よしはるくんは。なんかめっちゃ話しかけよる。すごい子供に話しかけよるよ。ほい、そして、ハットくんとみくるちゃん。相変わらず仲良しだな。みんなこのまま行ってほしいよね。いやー、頑張っていただきたい。ハートマークが、ハートマークが出ているよ。ユニポンちゃん。え、ユニポンちゃん。切ない。え、マジで？私とアセルの間に子供がいたらと想像したりします。マジで？え、アスムとユニポンちゃん、ちょっと。ですよね。順調すぎません？めちゃくちゃ嬉しいけど、順調すぎません？すげえね。ほい、それじゃあ道具で、鏡を。そして、じゃあ CD を返していただこうか。道具、鏡をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、扇風機をもらいました。ありがとう。喧嘩してる人を見ると悲しくなります。まあね。まあ、私もしちゃうんですが。人間やけんしょうがないよ。喧嘩をする時もある。でも燃え盛っとるのはちょっとびっくりしたけどね。さあ、ということでまた、近々、アスムとユニコンちゃんの子供が生まれるでしょう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかこの部屋の雰囲気にさ、あの帽子とかすごい合ってるよね。